けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。しんのじチャンネル、しんです。今日はですね、天候はいいんですけど、このようにね、周り雪、そしてまだね、日陰はね、凍結をしておりますので、ちょっとバイク乗れないということなので、今日1月2日なんですけれども、昨日元日の日は初詣済ませまして、今日2日、このね、山の寺神宮にあります妙国です。この、菩薩様にね、一年の感謝と、今度は入国士さんの方で、今年のお願い事なんかをね、してこようかなということで歩いてみたいと思います。地面はこうやってね、乾いてるとこあるんですけど、路肩にこう雪があってね、それがこの天候でね、ああやってこう雪が落ちてますけどね、雪が溶けて道がべちゃべちゃなんですね。バイクも乗れるということで、乗れないんですよね。で、まあ、何よりこの凍結が一番怖いということで、この辺りの日陰なんかもね、まだ気温がまだ2度ぐらいでしょうかね、結構この日陰ぐらいだとね、ひんやりするんですけれども、凍結してるので、まあ、日陰でバイク乗っててステンって行くのも嫌なので、大事とって今日はバイク乗っておりません。で、そのバイク乗る代わりにですね、まあ、北陸のバイク乗りの皆さんはね、どうしてもこういう天候の関係で乗れないということもあるので、することないですよね。他の趣味があればいいんですけど、私の場合することないんで、このこれですね、ミニスマートバンド6、これをね、年末買いまして、まあ、ちょうどね、睡眠時の、まあ、呼吸だとか心拍数だとか、まあ、いろんなものをこう確認が、呼吸できないのか、心拍数とかね、睡眠の具合なんかを確認してもらえるので、まあ、ちょうどいいかなということで、まあ、頭皮も深めて、歩数計にもなりますので、これをつけて、まあ、ウォーキングしてるっていう感じですね。それと、先ほど言いました菩薩様、お願い事をしてこようかなというふうに思います。こちらはね、まずろうそくで火を、ろうそくに火を灯してね、ちゃんと用意されてるんですよ。よし。で、それから、凍ってますよ。菩薩様に水をかけて、ね、きれい、お顔は優しく、手も優しく、こんな感じでね、お願いをすると、
いうことなんですよ、うん、お参りした人の心と心を清めてくださいます、うん、清まりました。ここにね、これ水いっぱいなってるんですよね。これすごいな、そのミースマートバンド6、なんですけれども、まあ携帯に Bluetooth でね連携をするとペアリングすると、スマホの方のアプリでもね確認が取れますので、この伸び板自体はねそんなに大きくないんですけど、こういろいろとね確認ができる、ものなんですね。で、まあ、メールとか Twitter とか LINE の通知なんかもこれでね確認できるんですけれども、アプリの方と連携すれば、まあ、ウォーキングなりあるいはジョギングなり、GPS と連動してどれぐらい距離走ったのか、どこを走ったのかっていうのをね確認しながら楽しめるというのもあって、まあ、ただ歩けるかはいいのかなという感じで、ずっとつけております。でも大体、一日中つけて、まあ、日中の心拍数のカウントをね、オフにして、夜間だけ、睡眠状態の確認をするような設定にして、大体、5日間ぐらいしますかね。5日目、夕方ぐらいにちょうど電池切れるというような感じなので、まあ、4、5日ぐらい持つとね、いいんじゃないかなというふうに思います。はい。まあ、そういうわけで、長光寺さん。こちらの方に行ってまいりました。はい、まあ、神宮ですから、まだね、たくさんお寺さんがね、あるんですね。はい、まあ、山内からこうやってね、山の寺神宮、バスも通ってます。100円で、1回100円なんでね、結構お得かなと思います。七尾を訪れたら、ね、マリンの方に乗って、山の寺神宮お越しになるのはいかがでしょうか。そういうわけで今日はバイクじゃなくてね、徒歩になりましたけれども、新年のご挨拶ということと、あと本年も新年チャンネルどうぞよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。新の字チャンネル新でした。バイバイ。